ちょっとこれまずいかもしれない。移動時間と滞在時間それぞれね1時間もかけられないんですよ。あのね、今僕は非常に難しい窮地に立たされています。次の電車に乗らないと、この電車に間に合わないと全てが終わる。でっかい公園でバイオリンを弾きたいよあ、どうも、トーヨンと申します。楽器をやっている人はね、分かってくれると思うんですけれども、外で楽器弾くのってね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。大自然にね、囲まれてね、緑の中こうやってバイオリンを弾くと、これ、もう気持ちいい、気持ちいいな、すごく気持ちいいな、というわけでね、大自然の中でバイオリン弾きたいなっていうふうに思ったんですけれども、ちょっと残念ながらですね、僕都会に住んでまして、なかなか身近に自然がないんじゃないかっていうふうにちょっと思ったんですけど、よくよく考えたらね、公園だったらね、割と自然豊かなんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。なんで、今回はですね、なるべく多くの公園に行ってですね、バイオリンを弾きに行きたいと思います。で、ここでね、どういう公園がね、自然豊かかなっていうことを考えたときに、やっぱり広ければ広いほどね、自然豊かだと思うんですよね。なんで今回のターゲットは、でっかい公園になります。でっかい公園には、でっかい夢があるんやでー。てなわけでね、今回は1日かけて、なるべく多くのでっかい公園に行ってバイオリンを弾きに行くという企画をやりたいと思います。で、僕ちょっとですね、調べたんですけれども、東京都内には10ヘクタール以上の公園が50個以上もあるそうでしてですね、さすがにこれ全部回りきるのは無理なんで、ちょっとね、友達に電話をして、回る公園の数のノルマを決めてもらいたいと思います。で、このノルマを達成できなかった数かける5本ですね、眉毛を抜きたいと思います。普通に顔めっちゃ変な感じになるし、単純に痛いんで、普通に嫌ですね。あ、もしもし。もしもし。俺さ、明日、一日かけて、デカめの公園をたくさん回ろうと思ってるんだけど、何個行けると思う？どうだろう、面積にもよる。例えば、デカめの公園といったら、どこだろう。もうそんなに厳密じゃなくても、もう、なんとなく広いなぐらいのイメージの公園、あるじゃん、街に。それくらいの公園でいいのよ。そっか、じゃあそのぐらいあったら、そのぐらいあったら、15とかいい。15! はい、というわけでね、ノルマ15になりました。多くない？絶対多い気がするんだけど、大丈夫かな、これ。ここで、本企画のルールを説明する。今回の行動範囲は、23区外を含む東京都全域。スタート地点は日本最大の巨大ターミナル新宿駅である。タイムリミットは夜の8時。制限時間以内に新宿駅に戻る必要があり、時間を過ぎた場合は失格となってクリア数がゼロとなる。アタック可能な公園は10ヘクタール以上の広さを持つ公園であり、それぞれの公園の敷地内で30秒以上バイオリンの演奏をしなくてはならない。使用可能な交通手段は電車とバスのみであり、タクシーなどを使うことはできない。果たしてトーヨンは無事にノルマをクリアすることができるのか。眉毛をかけた戦いが今始まる。おはようございます。ただいまの時刻がですね、朝の6時49分になっております。今からですね、ちょっと公園の方をですね、制覇していこうと思うんですけれども、ただ闇雲にね、行こうと思っても本当にですね、制覇するの難しいと思うんで、作戦を立てていこうと思うんですね。で、調べたところによるとですね、10ヘクタール以上の公園っていうのは、中央線沿いと京王線沿いに大体集まってるっていう傾向が
ありまして、なんでそこは確実に取っていきたいっていうところがあるんですね。なんですけども、最初にね、もう中央線の方に行ってしまうと都心の方に戻ってきたりとか、南側の東京の方に行くのが難しくなってしまうので、まずは新宿から近い散らばった公園の方をいろいろ行ってから、中央線とか京王線沿いの方にアタックしていこうっていう風にやっていこうと思います。じゃあちょっと行っていきます。まずはね、新宿から一番近い公園を攻めていこうと思うんですけれども、ここは新宿の新南口からすぐのところにあるサザンテラスっていうところ、結構綺麗ですよね。これ代々木駅まですぐ歩けるんですよ、5分ぐらいで。ということで代々木から山手線に乗ってね、新宿から一番近い公園を攻めていこうと思います。お願いします。おはい、代々木公園にやってきましたけれども、もう早速ね、弾けそうなところ見つけて弾いちゃいたいと思います。まあ、どこでも弾けそうだよなこれ。はい、というわけでね、一つ目の公園、代々木公園をクリアしたわけなんですけれども、まあ、ちょっとよくよく考えたらね、もう7時を回っているんですけれども、まあ、タイムリミットの夜の8時までね、あと13時間ぐらいしかないわけですよ。っていうことはね、あと14個回るっていうことは、移動時間と滞在時間、それぞれね、1時間もかけられないんですよ。ということでね、結構急がないとまずいっていうことに気づいたんで、パッパと頑張ってやっていきたいと思います。じゃあ次に向かいたいと思います。はい、どこ行こうかなって結構迷ったんですけれども、結局ですね、駒沢オリンピック公園に行きました。ちょっとね、東京都の南側の方にある公園をね、ちょっといろいろ攻めていこうっていうことで来たんですけれども、ちょっと時間経っちゃいまして、もう8時を回ってまして、ちょっと急がないといけないですね。ちょっとパパッと引いて次の公園に行きたいですね。お、ここら辺とかいいんじゃないかな。ちょっとここで引こうかな。じゃあはい、というわけでね、2つ目の公園、駒沢公園をクリアしたんですけれども、ちょっとね、時間が結構やばそうなんでね、本当はね、駒沢公園すごい広い公園で見どころいっぱいあるんでね、いろいろ紹介したかったんですけれども、ちょっともう時間ないんで、さっさと次の公園に行きたいと思います。あー、マックうまそう。いや、ダメだ、ちょっとそんなことをしてる時間はないんで、早く電車に乗らないと。僕ね、この用賀駅の駅前の感じすごい好きなんですよ。なんか落ち着いてるけどおしゃれな感じで、すごいいいですよね。はい、キヌタ公園にやってまいりました。これ結構ね、駅から歩くんですよね。結構タイムロスになっちゃったな。まあ、結構広い公園なんでね、バイオリン弾ける場所はすぐ見つかるとは思うんですけれども、じゃあこのなんか花が綺麗に咲いているあたりで聞こうかな。というわけでね、3つ目の公園の絹田公園をクリアしました。ね、こんなにね、綺麗なね、天気もすごい良くてずっといたいですけれども、
時間もないので次の公演に行きたいと思います。おお、はい、というわけで臨死の森公園というところにやってきました。ここはね確かね12ヘクタールぐらいでね結構ギリギリなんですけど、ちゃんとね10ヘクタール以上ではあるので、いやそれでもね結構広いですよ。10ヘクタールってねサッカーコート10個分よりも広いですから、それはね広いですよね。っていうわけでちょっとね人がいっぱいいるんで、どっか引ける場所あるかな。まあいっか、すぐだし割と人いるとこでも引いちゃいましょう。というわけで4つ目のでっかい公園である臨死の森公園をクリアしたんですけれども、ちょっとね個人的にはね今の演奏が非常に不甲斐なかったんで撮り直したかったんですけど、何回も何回もね弾き直したりしたらね結構人も多いしね、子供たちが嫌な思いするんじゃないかっていうことで、ちょっとね残念ではありますがね、次の公園に行きたいと思います。はい、ただいま降り立ちました駅は永福町駅です。ちょっとねここから歩いてとある公園に行きたいというふうに思います。こんな感じの大通りの先にそのでっかい公園があるそうですね。こんなに割と都会ですけど本当にそのとこがあるんでしょうかね。非常に楽しみですね。おお、へえ、なんかめちゃくちゃでかい神社がありますね。ちょっと目的とは違いますけど入ってみますか。すげえでかい鳥が2つも並んでるわ。これちょっと行くしかないな。はい、和田堀公園というところに来ました。なんかねご覧の通りバーベキューができるみたいで非常に多くの人がいますね。あっち側にはサッカーコートもあってね、でっかい公園あるあるですけどね、なんか高校生だか中学生がサッカーやってますね。いいですね。僕はインキャラなんで一人でバイオリン弾いちゃうよ。いやー、こういうね遊具とかもねいいですね。僕一人で深夜とかに来たらね遊んじゃってますけど、今ここで遊んでたらさすがにちょっと駆逐されますからね。もちろんやりませんけれどもね。はい、出ました。皆さんご覧ください、東京都の広い公園あるある、きったねえ池です。おいやもうこれきったねえな、本当にもう透明感のかけらもないね。いやこんなものを一度でも飲んだもんならね、もうとんでもない味が体中に広がりましてですね、もう一生消えない負の遺産としてですね記憶に残り続けますからね。いやなんか奥の方にはね汚ねえ水で噴き出した噴水がありますけどね、いやそれは美しいですね。いやあのちゃんと見たら普通に水綺麗でしたね。いやこれはお詫びして訂正しなきゃいけないわ。いやあの固定観念だけで物言いをするとねこういうことになりますからね、皆さんも気をつけてくださいね。
はい、というわけでね、5つ目の公園、和田堀公園をクリアしました。で、次行くところはね、結構ここから近いので、まあ、パッパと行っちゃいたいと思います。まだね、3分の1しか終わってないですからね。ありえない、めちゃくちゃ疲れてるのにもう。はい、吉祥寺駅にやってきました。公園口とか言ってるからね、絶対公園ないとおかしいんですけども、めちゃくちゃ混んでるな。すごいですよね、こんなところにとんでもなくでっかい公園があるわけですからね。すごい場所ですよ本当に。はい、井の頭公園にやってきました。いや、めちゃくちゃ混んでる。いや、まあさすがに日曜だからそれはそうか、もうてか駅着いた時点で嫌な予感はしてたんですけれども、これ大丈夫かね、これ引けるとこあんのこれ。まあでもめっちゃ広い公園なんで、探せばきっとあるでしょうということで、ちょっとやっていきます。いや、もうとんでもない数のアヒルボートがうごめいてますよ。すごいな、こんだけいるとさすがにキモい。いや、待って、もうどこもかしこも本当に混みすぎて、ちょっとバイオリンが弾ける雰囲気は全くないですね。あっち側行けないのかな、あっち行けばもうちょいマシにはなると思うんですけど、いや、もうちょっと人いないとこどう見てもないんで、もうこれはもう開き直って一番人いるとこで弾いちゃおうかなっていう風に思い始めました。はい、というわけでね、無事6つ目の公園の井の頭公園をクリアすることができまして、今はですね、中央線の武蔵境駅からですね、次の公園まで歩いてるところなんですけれども、意外とね、なんか人混みの中でバイオリン弾くのもね、気持ちよかったですね、なんかね。まあ、多分でも次の公園はそんなに混んでないんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっとわかんないですけども、ちょっと、まあ、期待して行ってみようと思います。今ですね、次の公園に行くためにね、結構歩いてるんですけれども、ちょっとね、思ってたより相当遠いな。これまずいかもしれない。バス乗ってった方が良かったかもしれないですね。ちょっと時間的なところ心配ですけど、ちょっと頑張って歩きたいと思います。いやー、やっと着きましたよ。はい、小金井公園に到着しました。いや、相当歩きましたね、これバスで来るべきだったな。帰りは絶対バス乗ります。はい、ね、こんな感じです。僕何回か来たことあるんですけれどね、結構綺麗だしすごい広いですねここね。いやー、ちょっと楽しみだな。絶対にバイオリン弾く場所はねあると思いますよ。いやー、そんなことよりですよ、今もう時刻はですね14時を回ったところなんですけれども、僕は朝から何も食べてないんですね。非常にお腹が空いていて、あれあれあれ、なんかフード&ビバレージ、あれなんかこう食べ物を買えるのかな。いや、ダメです。今ね本当に時間ないんで、そんなね食べたり買ったりする暇があったら、バイオに弾ける場所探して弾かなきゃいけないんで、ここではね今買いません、何もね、時間優先なんで買いません。いただきます。おうまっ、やばこれ、あ、うんまこれ、いやー、うまかった、マジでうまかった、空腹はベストスパイスなんて言ってる暇はなくてですね、早く場所を見つけて引いて次の公園に行かないといけません。まだ半分も終わってませんからね。
はい、7つ目の公演、小金井公演を制覇することができたんですけれども、ちょっとね、今結構緊急事態でして、今もうね、14時半ぐらいなんですよ。でね、よく考えてほしいんですけど、7時に始めて14時半で今7時間経ちました。で、今7つで半分も終わってないわけです。で、残り半分以上あって、時間はもうあと制限時間8時までっていうことは、あとはあと5時間半しかないわけですよ。今のままのペースでいったら確実に終わらない。これはね、相当の策を練らないといけない非常にまずい事態ですね。ちょっとやばい、バスの時間を完全に勘違いしました。あとバス停まで 500m ぐらいあるんですけど、あと3分で走ります。絶対にやばい。ちょっと待って、頼む、間に合ってくれ。小金井公園からバスに乗って武蔵小金井駅までやってきました。実はですね、今乗ってきたバスは本来僕が乗りたかったバスではなくてですね、本当は乗りたかったバスはもう乗り過ごしてしまいました。さっき結局間に合わなかったです。今僕は非常に難しい窮地に立たされています。ここからの選択肢はめちゃくちゃ重要です。どうするか結構真剣に考えようと思います。残り時間が少ない中、頼みの綱のバスを乗り過ごしてしまった東四。残りノルマも多く残っており、絶望的な状況だが、果たしてこれをどのように乗り越えるのか。今ですね、先ほどいた武蔵小金井駅からバスで20分以上かけて多摩町というところまで来ました。で、ここはね、結構中央線からは離れてるんですけれども、なんでこんなところまで来たのかっていう話なんですけどね、まずそもそもね、中央線で西側にそのまんまあのまま行くとですね、確かに公園はいくつかあるんですけれども、残り8個はね、到底行けません。そんなにはさすがにありませんっていうことでね、ノルマ達成するためには何かしらの策を練らなきゃいけなかったわけなんですけれども、ここの多摩町どういう場所かっていうと、広い公園っていう観点からいくとね、とんでもないパワースポット、は素晴らしいスポットでしてですね、なんとですね、武蔵野公園、野川公園、武蔵野の森公園と3つのね、10ヘクタール以上の公園が並んでいますっていうことで、今から爆速で3つ制覇してですね、その後、西武多摩川線の多摩駅だったかな、そこからね、武蔵境駅まで行って、そこからその3つの公園を制覇してから、中央線を西側に行きたいというふうに思います。はい、武蔵野公園です。まず一つ目の公園にやってきました。結構広いんでね、これ人もあんまいないし、バイオリアもすぐ弾きたいと思います。今ですね、武蔵野公園8つ目の公園ですね、ここをクリアしたわけなんですけれども、また一つ大きな問題が浮上していまして、この後ですね、3つ公園を制覇した後に中央線に乗って立川に行ってね、昭和記念公園っていうところに行こうと思っているんですけれども、そこの閉園時間が18時なんですよ。で、今何時かっていうとですね、はい、こちらね、15時59分でございます。つまりですね、あと2時間で閉園するわけです。で、なんならですね、立川に行くまでも結構時間かかるし、立川駅からも結構歩く。で、なんならね、6時に着いたら意味がないわけですよ。なぜならバイオリンを弾かなきゃいけないからっていうことでね、17時40分ぐらいまでには着かなきゃいけないと、超爆速で3つ回らないとね、やばいですねっていうことで、もうダッシュで次の公園向かいます。はい、2つ目の公園、野川公園にやってまいりました。本当にすぐ隣でしたね。いや、もうこんなんもバイオリン弾いてくださいって言ってるような公園ですね。やばすぎる、ここ絶対気持ちいいじゃん。
よ、これこれ、こう芝生のど真ん中でバイオリン弾くってね、これがやりたかったのよ。わー、気持ちいい。さあ、そんなことはさておきね、あの早く行かないと昭和記念公園閉まっちゃうんで、本当に昭和記念公園行けなかったらね、ノルマ達成絶対無理なんで、15個。いやマジこれめっちゃ大事です、ちょっと急げー。いやちょっと野川公園広すぎるでしょこれ。いやもうかれこれ10分ぐらい歩いてますけど、まだ野川公園ですよ。これどうなってんのマジで、これおいどうなってるよ。おいもうこれ赤いやろこれ。お前、おこれそうじゃないか、あのうっすらと見える入り口みたいなやつ、これは武蔵野の森公園の入り口じゃないか。あーやっぱりそうだ、よかったよかったよかった。あー毎度おなじみ、きったねえ池がございます。この奥にはですね、調布飛行場っていう、なんかその東京都の島々、八丈島とかね、伊豆大島とかに行く用のね、飛行機が飛んでいるような空港があります。まあね、時間があったらもちろんここにも行くんですけれども、めっちゃ時間ないのでさっさとバイオリンを弾きます。というわけでね、10個目の武蔵野の森公園をクリアしたので、もうすぐにでも電車に乗ってね、昭和記念公園に向かいたいと思います。間に合うかな、大丈夫かな。ちょっとやばい、西武多摩川線の電車の本数があまりにも少ない。ちょっと次の電車に乗らないと、この電車に間に合わないと全てが終わる。やばい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 、大丈夫大丈夫大丈夫、まだ電車来てないっぽい。結構ロータリーがでかい、なんでこんなでかいの。なんとか間に合った、へえよかった。今立川駅に到着しました。ただいまの時刻は17時20分ぐらい、昭和記念公園の閉園時間は18時です。バイオリンで1曲弾くには十分な時間が残されているはずということで、すごい急いで行けば多分大丈夫なはず、ちょっと頑張ります。さあ到着することができました、昭和記念公園。時刻は17時30分、全然大丈夫です、あと30分あります。もうこの時点でですね、相当広い公園だなっていうふうに思うかもしれませんがね、実はね、このずっと奥の方に行くとですね、ゲートみたいなやつがありまして、まあ、これ有料なんですけど、その入場ゲートみたいなのがあるんで、そっからが本番なんですよ、この昭和記念公園の。ここ全部前座みたいなもんなんですね。本当はね、入りたかったんですけれども、さすがにあと30分しかないんで、入ってもね、お金払う意味そんなにないかなと思うんで、残念ですけど、この原っぱのどっから辺でね、ちょっと引いてね、妥協しようと思います。あと4個でしょ。いや絶対無理絶対無理。えっていうかそもそもね、15っていうノルマがおかしいんだよ、そんないけるわけねえだろ。あーもう余計なこと言わなきゃよかった本当に。そう、遡ること1日前、友人との電話の中でとあるやりとりが行われていた。あ、もしもし、もしもし、
俺さ、ちょっと明日1日かけてデカめの公園をたくさん回ろうと思ってるんだけど、何個行けると思う？うん、どんぐらいだろう。行くだけだったらどんぐらいかかるかな。6個とか7個とか、意外と行ける。もうちょい行けない、もうちょい行けない、もうちょい行けない。なんと完全に意味不明のハードルアップの要求が行われていたのである。そっか、じゃあそんぐらいあったら、そんぐらいあったらまあ15とか。15 完全に自業自得である。はい、もうね、何を言っててもね、しょうがないんでね、もう泣いても笑ってもあと2時間ぐらいで終わっちゃうんで、おいやー、もう今からできることを考えるしかないですね。まあ、選択肢としては2つ、京王線方面さらに西側に行くか、それとも東京にもの都心の方に戻ってね、都心の公園を回るか、これどっちがいいんだろうな。ちょっとねしばらく考えようと思います。はい、今ですね、立川駅の方に向かっているんですけれども、結局ですね、新宿方面、つまり都心の方にですね、戻ることにしました。なんでかっていうと、よくよく考えたらね、夜の8時までに新宿に戻ってないと自動的にゲームオーバー、失格になってしまうわけですよ。これどういうことかっていうと、つまりね、そのあんまり遠くにいると電車が止まったり、ここだと中央線が止まったりしたらもう一発ゲームオーバーなわけですね。なんでなるべくもうここからはね、新宿に近い場所にいた方がいいんじゃないかっていうふうに思いまして、まあ、つまりはなんか1個電車が止まったとしても交通網が発達してるんだよね、都心の方は。迂回したルートで新宿に戻れるじゃないですか。なんでそういう保険をかけといた方がいいだろうっていうことで都心の方に戻ることにしました。どこの公園に行くかはまだ決めてないです。電車の中で決めます。お客様にお願いいたします。いかがですか。行っちゃった。はい、高田の馬場にやってきました。まだまだ上がきますよ。こんな感じの道をなるべく早歩きで歩いていきます。本当に時間がありません。あー、やばいやばいやばい。高田の馬場駅から歩いて約15分ぐらい、富山公園にやってきました。ここはね、なんなら代々木公園と同じぐらいに新宿から近いんですけれども、もう最後の砦として残しておいた公園です。もうここでとりあえずまずパパッと引いちゃいましょう。もうね、12個目の公園、富山公園をコンプリートしましたが、制限時間は刻一刻と迫っています。もたついている暇は全くありません。今ですね、非常に重要な問題が発生しておりまして、もう制限時間まであともう今1時間を切ったんですね。で、まだ行ってない公園で、今から行ってバイオリン弾いて新宿まで戻ってこれる1時間以内にやれる公園なんてものはちょっと存在しなさそうなんですよね。僕もいろいろ調べたんですけど、多分無理なんですよね。なんでもうここでギブアップしますって言ってもいいんですけれども、なんか1時間残してなんかもう何もせず抵抗せずに終わるっていうのも悔しいんで、一応ちょっともがいては見ようと思います。ちょっとまあこれから頑張って急いで動いてみて、奇跡が起こればもう一個いけるかもみたいな感じです。上野駅にやってきました。今から向かおうとしているのは皆さんご存知、上野公園です。でしかしながらですね、もうタイムリミットが30分を切っています。これどういうことかというとですね、もう30分以内に新宿に着けなかった場合完全失格となって、今まで行ったもののカウントがゼロ、完全ゼロとなってしまってですね、僕の眉毛が75本失われるということになります。これだけは絶対に避けなければいけないということでね、本当にこれ賭けに出ました。いや本当に急がないとな。
上野駅にはですね、このように公園改札というものがありまして、公園改札から出るともうそこはもうすぐに上野公園です。ということでもう改札から出たもうそのすぐの場所でバイオリンをすぐに弾いて新宿まで引き返すということを今からしないといけません。はい、もう早く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 、もうここら辺ももうね上野公園なんで、ってかもうなんだここで弾いちゃいましょう。もう三脚を立てている時間もないのでですね、もう直撮りでベンチで撮りたいと思います。そしてバイオリンを完全に準備する時間もないのでですね、あの別にルールではね弓でバイオリンを弾かなければいけないと言っていないので、ピッチカートっていうねその弦をね指で弾く方法があるんですけども、もう準備するのももったいないんでそれでやりたいと思います。いきます。おはい、もう行きましょう。もうあとでタイムリミットは22分ぐらいしかありません。これ大丈夫かな、結構やばいかもしれない。これに乗る、これに乗る、これに乗る、絶対にこれに乗る、これに乗らないと終わる。よし、大丈夫、大丈夫だ、大丈夫だ、まだ大丈夫だ。いけーいけるいける、逆逆逆逆逆あやばい、終わったくさい。制限時間以内に新宿駅に戻ってくることができたものの、ノルマクリアは失敗に終わった。はい、というわけでね、終わりましたけれども、いやーちょっと疲れたね。さすがにねめちゃくちゃ歩いたし疲れましたね。で今回ねこれは楽しかったかと言われたらね、まあ、ギリ楽しかったかな。ギリ楽しかったけど、まあ、もう一回やれと言われたらちょっとやりたくはねえかなっていう感じですかね。で、ちょっとね、今日のおさらいをしたいと思うんですけれども、まあ、最後ね、19時58分に新宿到着でも超ギリギリセーフだったわけなんですけれども、あれ実はね、とんでもない奇跡が起こってまして、まあ、何があったかっていうとね、秋葉原で総武線一回乗り過ごしちゃったじゃないですか。実はね、あの時点でアウトのはずだったんですよ。というのもね、僕もヤフー乗り換え案内見てたんで分かってたんですけど、あの電車乗り過ごした時点で最短で20時2分新宿到着だったんですよ。なんでね、もうあの、秋葉原でもうあの、電車乗り過ごした時点で僕めっちゃ絶望してたんですよ。あ、もうこれ負け確だっていうことで。で、もうね、泣きそうになりながらね、あの、総武線に乗ったわけなんですけども、なんかね、あの、予定よりも早く中央線がお茶の水に止まってたんですよ。というのも、なんかね、車内放送であったんですけれども、なんか、中央線遅れてて、その、本来、あの、もう行っちゃってるはずのね、電車が、ちょっと遅れてきたおかげで、あの、実質ちょっと早く乗れたんですよ。あれがなかったらね、あの、完全にアウトでしたね。まあ、でもね、あの、僕分かってますけれども、お前らどうせね、もうあの、アウトになって、眉毛75本抜くことを期待してたんだろう。残念、抜きません。ああ、でもあれか。
どうせノルマクリアできなかったんでめっちゃ忘れてたけど、ノルマ15でね、13個しかクリアできなかったんで10本抜かなきゃいけないですね。てれてててて、ピンセット。何に使うのかって、眉毛抜くんだよ。ちょっと抜いていきますね。ういういうい、あ、痛い。うい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 、はい、じゃあ10本抜いたわけなんですけれども、何、75本抜けよ。抜きません。